最近随分 SNS 上で騒がれているマシンが発表になったのご存知ですかね。私も最初見た時にこれ本物と思って、これ本当だったらすごいけど、これは多分タミヤが出してきたものではないんじゃないかなみたいなね感じで思っていたら、何ですか、本当に出てくるじゃないですか。ちょっと一緒に見ましょうか。タミヤ、うわっとこれはエボいや嘘でしょってちょっと思ったよね。本家タミヤがね出してくるからね。そう、こっちがオリジナルですよね。そしてこれが今度出てくるものってことになると思うんですけど、まあ、全体的に見て取れるのはですね、いかにその当時のホーネットオリジナルの雰囲気を壊さないかですよね。これまでですと DT03 とかのシャーシとかね、 DT02 のシャーシにホーネットのボディ乗せてねこう出すっていうような考え方で出てくるものはありましたけど、今回はこれバスタブってこれ新しい型ですよね。さすがにこれどうなんだろう、あのバスタブオリジナル使ってるんだろうか、使ってもおかしくないよね。そしてオイルダンパー、オイルダンパーですよ、四輪独立喧嘩ですよ。でこれね、足の動き見たら分かるんですけど、もう当時のホーネットの動きとはもう全然違います。もうすごいしなやかにサスペンションが動いてますよね。こう曲がってる時のロール感にしてもそうですし、かっこいいじゃねえかこれ私もそうだけど、もうこれ見てね、やっぱウキウキして騒いだ人間かなり多いと思いますよ。実際 SNS でめちゃめちゃみんなキャッキャしてるじゃないですか。おじさんたちはキャピ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 こういろいろ話してますよ。ねえ。で、ホーネット。あのホーネットの可愛さ存在感。まあ、あの時代のタミヤのマシンのネーミング付けとかキャラクター付けですよね。グラスホッパー、マイティフロック、ホーネットってね、やっぱりこの、まあ、年代によると思うんですけど、この 3台のね銘柄を聞いてワクワクウキウキする方ってね多いと思います。で今回ね、なぜグラスホッパーじゃないのかってことですよ。なぜホーネットなのか。これね、ホーネットの方が確か売れてるんですよね。すっごい、何台売れたっけな、あのね信じられないぐらい売れたんですよ。ちょっと調べるか、出てくるかな、ウィキペディアに載ってるわ誰か書いてくださったんだなこれ。はい、なんとですね、このウィキペディアによるとですね、1991年に生産終了するまで約7年間ですね、累計生産台数、いいですか、約、本当かなこれ、80万台で、ホーネットで、これ販売台数が30万台ってなる、これはちょっと何の差かちょっと分かんないんですけど、まあ、とにかくタミヤとしては80万台生産してるってことですよ。これ一体どんな市場だったんだろうね。これ一体どれだけの日本中の、いや世界中のね少年がねこのホーネットで遊んだんでしょうねで、これホーネットという一つのねラジコンっていうのはすごいし、めちゃめちゃ種類ありますから、この当時なんてね、その一つの車体が80万台とか意味不明ね。もう80万台ってなんですか、福井県の人口より多いからねそもそも、ね、福井県の人口、老若男女全員がホーネットを持っていてもまだ他にもあるみたいなね。で実際グラスホッパーの販売台数は多いのかな、グラスホッパー販売台数、
これ公表してないからわからないのかな、まあ、おそらくでもホーネットの方が売れたんじゃないかなって思うんですよね。ホーネットグラスホッパーと比べて何が違うか、まずね気候がですね、あのグラスホッパー、まあ後にグラスホッパー2が出てきた時にはねリアのギアボックス3系ローリングするようになっていたと思うんですけど、グラスホッパーの時にはピッチングしか動かなかったんですよね。それがホーネットでローリングもリア周り動くようになって、さらにオイルダンパーがついて、さらに54モーター、グラスホッパー38に比べてですねホーネット54モーターだったんですよ。ね、で私の周りもいましたけど、あの車体がめちゃめちゃ軽くてシンプルじゃないですか、ね、それに54モーターで 7.2 ボルトのバッテリーつけたら、私が知るどのラジコンよりも直線ぶっちぎりでめちゃめちゃ速かったんですよね。まあその後こう吹っ飛んでったりとかね、うまく曲がれなかった、まあ、そんなことは別として、まあ、当時の私たちのラジコンカーの楽しみって言ったら、まあ、とにかくアクセル全開で広いところをガーッと走らすとかで、道路で実車と競争したりとか昭和の無法地帯でしたからね、まあ、そういった人間にとってやっぱその54モーターがついて速いっていう、で価格自体も1万円切った9800円とかね、その子供にまだギリ寄り添った価格でいて、すごいポテンシャルがあるマシンっていう、そしてそのホーネットって8ですよ、まあ、全てそのデザインも含めて本当に完璧な1台だなと思います。だからこそこれだけ売れたし、その発売から40年経っても多くの方に愛されているんじゃないかなと。でなんですかこの近年ですよね、そのコロナ禍始まってからそれが急に加速したんですけど、当時の少年たちですよね、30年前40年前の少年たちがですね、青年時代そして大人になって社会の荒波に揉まれて、ね、子育てをして、もう仕事にも責任を与えられて、もう命からがら生きてきた我々がですね、その少年時代に戻って、あ、ラジコンがあったじゃないかと、ね、そういえばこの時代は本当に悩みがなくて幸せだったな、ラジコン楽しかったなっていうんで、そのコロナ禍をきっかけにさらにラジコンカーをオフに復帰する方たちが、あらら、ね、多くの仲間たちがこのラジコンに戻ってきてくれました、ね、当然そうなってくるとですね、やはりね、もうみんなおじさんは懐かしいものが大好きですから、昔のヴィンテージ系と呼ばれる復刻系のマシンを中心に遊んでいると思います、ね、もうメーカーさんもここぞとばかりに復刻系のマシンを投入してきております。そこでタミヤさん、もう復刻だけではなくて40年の時を超えて今の思想技術を使って、なんとホーネットエボリューションとして出してきてくださいました。それはざわつきますよで SNS もざわつきますねえ。私はですね、まあ、細かいところじゃなくて、その皆さんの気持ちの代弁としてね、今回お話しさせていただきましたけど、まあ、タミヤさん、まあ、誰が、まあ、こそ企画会議とかあるんでしょうけどね、私、一体どなたがこれ思いついたのかなと思って、そしてこの思いついたのをゴーサイン出した方も、ね、もうおそらく課長さんとか部長さんとかがね、ゴーサイン出すんじゃないかなと思うんですけど、素晴らしい。ブラボーです。ブラボータミヤね、まあ、またこれを使ってグラスホッパーエボリューションとかもね出せなくはないし、ね、まあ、このような考え方が今回市場が受け入れて成功すれば、タミヤさんもさらに、ね、まあ、将来もちろん50年後100年後もラジコン残ってほしい、でもその体力を作るにはとりあえず今楽しんでる人たちに楽しんでいただいて、この楽しい姿が波及することによって次の世代に受け継がれていく、もうその方法しかないと思うんですよね。イベントとか頑張ってやってもやはり限界がある、ね、もちろんやらないといけない、それも大事な方法ですけど、一番は今楽しんでいる方々がおーウキウキ楽しいワクワク嬉しいザワザワみたいなね、うん、やっぱその気にさせてくれるマシンを出してきてくれるっていうのが今メーカーさんにできるすごく大事なことなんじゃないかなと、ね、勝手に大きいこと言わせてもらいま、言わせてもらってますけども、うん、でもね、私そうだと思うんですよね。そういった意味で今回のホーネットエボリューション
その名の通り、もう存在だけではなくてですね、進化した形というのを、私たちが受け入れる第一歩として、もう一度言います、タメヤさん、ブラボーこれはブラボーです、本当にありがとうございます。ね、続報を楽しみにしたいと思います。はい、それではですね、今日の動画良かったと思っていただけましたらね、ぜひ高評価、そしてチャンネル登録ですね、ぜひよろしくお願いいたします。非常に励みになります。またレディオガがですね、ウェブショップもやってございます。お近くで買える環境ない方ですね、その際レディオガのネットショップ選んでいただけますと、本当に嬉しく思います。どうぞよろしくお願いいたします。また宣伝になりますけどね、レディオガが LINE お友達募集しております。貴重なご予約商品を LINE お友達様だけにご案内したりとかですね、うちの女子スタッフ桜井のですね、つまらない日記なんかも配信しておりますのでね、よろしければぜひお友達になってください。また SNS ですね、 X、インスタ、Facebook やっておりますので、そちらのフォローの方もぜひお待ちしております。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。さよなら。